で、このハワイの、あのセレブレーションは、今説明しますからね。ちょ説明してから言いましょう。これはこれがまず最初、9月7日、これはモアナサーフライダーといって一番古いホテルです。これはあの裏に出てくるホワイトハウスっていうんだけども、モアナサーフライダーっていう、でこれの裏の庭がこういうところね。これはなぜ大事かというと、たまたま今私が見てたらハワイアンエアラインとこれでパッケージで出たので、長さんとかトラベルエージェントで見せてもらってるんだけども、一流のホテルだけどもパッケージやってるから、ただし期限があるかもしれないので早くやってもらいたいよね。그래서저희가묵은호텔은지금예정된모아나서프라이더라는호텔이고요이게굉장히오래된1급호텔인데지금하와이안에어라인이랑뭔가그제휴가되어있나봐요그래서그거는일단일정이랑기간같은걸확인을해봐야되는데여기가어떨까생각을하고있고요だから張さんがリーダーになってどういうパッケージがあるか、でそのために誰が来て何人がそれでねやるのか、早めに詰めてください。그래서어떤패키지인지몇명이지금참여를할건지이거를조이사님께서한번좀정리를해봐주시고요7日で、例えばハワイアンエアラで言うと着くのが10時頃で、まあホテルチェックインはアフタヌーンなんだけど、そしてまあいろいろ休んだりチェックインしたりして、その夜はあのウェルカムミキシングっていうのは皆さん友達、新しい友達来るからディナーパーティー、サンセットディナーパーティーやります。多分こういうところでやります。그래서하와이안에어라인이면은한정오쯤에도착을할거기때문에체크인을하고이제그이후로또이제선생님이여러손님들을초대를할거기때문에같이이제믹싱이되어서이제디너파티를하면서석양을보면서파티를할거고요근데하와이의베스트타임은뭐뭐이때도인다けども아리모닝과산세트의時하와이는가장좋은때가얼리모닝과선셋이거든요특히9월になるとその5時頃から始まったこの太陽が少しこう沈みかけた時のそよ風と焼けた肌に涼しい風がかこの空気が当たって、これすごい気持ちがいい時なんで、そういうところをあのサンセット見ながらあのウェルカムパーティーやります。特に5時때가이게해가딱지면서석양이젖은그바람과또낮동안이제더워서우리가약간이렇게얼굴이달아올랐을때그맞는그바람이그렇게시원하고좋다그래요그시기를전제기점으로해서5시경에파티를열거고요で2日目、2日目はちょうど3点になるんだけど、これは称してフレンドシップアクティビティデイ。네그리고이제이틀째는딱일요일입니다이때프렌치액티비티스데이라고해서요で、ホテルはワイキキになるんだけど、このワイあのオアフ島の反対側、東側に山を越えてバスで行くんですけども、この山をこの山来て、あの私が所属しているミッドパークカントリークラブっていうのはこれがここなんですけども、そこをヘッドクォーターとしてここに書いてるような、あと説明しますけどアクティビティ、要するにトラ早く一緒に遊んで一緒に友達になること、まず勉強会やる前にまず友達にならないと。で友達になるどんなことやるかというと、まあゴルフはあります。ゴルフやりたい人は早く行ってるかで1時頃にも終わってしまいます。それからここはこの辺からずーっと上がってってここ行って、またこの奥にまたピークがあるんですけど、片道普通の人でもパークさんでも多分30分かかると思います。でクライミングシューズ行かないとこの辺結構あの厳しい獣道があって、ハワイの子供たちはここは駆け足で上げるけど、我々だとそういうだからあのヒルトップクライミングティームね。でゴルフの方がちょっと時間かかるんで、その間ビーチちょっと行って歩いたりして、それから全部全員がゴルフやらない人はこっち、ゴルフやる人はゴルフ、それで戻ってきてアメリカランチをこのビートサークル一緒に食べます。でそしたら今度はこのビーチね、写真が出てるように、これ世界でも結構何番目にいつも入賞してる、これはあのホワイト コーラルサンドって言って、コーラルってサンゴ礁がね、サンゴ礁があの砂になった真っ白なあのお化粧のコンパクトぐらいのきめの細かいビーチで、これ有名なビーチ、これすぐちょうどミッドパークの歩いてって降りてって行ったところです。歩いていけるんです、このここのところ
クラブハウスから歩いて行けるところ。だからクラブハウスに全部荷物を置いて、ビーチアクティビティ考えますけど、これを5時頃までやって、泳いでもいいし、いろんなことやります、多分。ウェット T シャツコンテストとかね、わかる？チェイさん、ウェット T シャツコンテストって。全部ウェット T シャツ着てて、皆さん水かけると、こうやって透き通って見えるように、そういうコンテストやるとか。チェイさんのためにね。それで上がってきて綺麗になってシャワー浴びたらば、ここのプールサイドでプールサイドディナーパーティー、ここは多分ステーキかなんかのこのプールサイドでカントリークラブ全部セットしてやってくれますから、ライブミュージックバンドがありますから、日曜日いつもバンドやってるんです、メンバーが。で、歌える方は歌っていいんですよ、中に。多分メンバーの人はみんなウェルカムすると思います、こういう方が来たって言えば。で、大きいダイニングルームと隣があのプールサイドですから、全部室内も外もつながってますので、そこでやって、そしてこれが一日のスケジュールだから、もう一回言うと、ゴルフも山もあとビーチ、この3つのアクティビティ、それから最後にパーティー with live music ね、これ生のバンドで。일요일은저희가아침일찍그와이키키해변에호텔은와이키키해변쪽에있고요그산을중심으로해서정반대쪽동쪽으로이동을할거거든요이동을하면은이제우리의그메인중심지가될그뭐냐미드파클럽이있어요그골프클럽선생님이이제그하시는그클럽으로우리가이동을해서골프팀들은골프를치시면됩니다아침일찍우리가출발을할거기때문에아마총돌아가4시간정도하면한1시쯤에끝날거고요골프를안하시는분들은거기는이제산을오를건데이제편도로한박사장님처럼빠르신분들도가서가도30분정도아마따로등산하나이런신발은필요할것같고요그렇게해서갔다왔다가조금시간이남을거예요골프팀이랑마치려면그러면이제비치워킹은조금비치해변을우리가누면서1시까지돌아오는걸로해서각자1시까지일정을가지시고1시부터2시까지는이제아메리칸런치를우리가다같이런치를즐길거고그러고나서이제비치액티비티를할거예요그래서뭐그멀티웨티셔츠콘테스트그러니까여기해변이진짜그화이트코럴비치라고해가지고그산호가정말가라진정말그하얀백사장인데굉장히그세계에서도몇째명소로꼽힌대요거기서이제티셔츠입고일부러이제물끼얹고이제콘테스트하는거죠이거는우리최사장님을위한특별이벤트라고합니다 그거를할거고이제그래서이제클럽하우스가있으니까클럽하우스에서같이이제샤워를하시고이제저녁때풀사이드디너파티를열건데거기가이제한쪽은바가되어있고한쪽은이제비치랑돼서도완전히이게오픈이되어있으면서연결이됐다고해요그리고일요일에는항상이제밴드가와서노래를부른다고하더라고요그래서우리가그밴드노래를즐기면서디너파티를하면서우리중에또노래부르고싶은사람들은나와서노래도불러도되고그렇게해서하루이제호텔로돌아가신거라서하루일요일일정을잡겠습니다이렇게잡은이유는일단 와서무조건정말신나게놀면서먼저친해지기그다음에우리가여러가지뭐교류도하고뭔가정보공유도하겠지만그전에충분히친해지기위해서일요일에이일정을넣었습니다아도데엑셀のシート作ってこの時はどんな服装が必要ですよこの時はどんな服装がいいですよ良くてもいいですよ例えばホットパンツでもいいしムームーでもいいしっていうその書いたのねあと作ってあげます또추후에는엑셀로그때그때필요한적절한복장등에대해서다시한번안내를드릴겁니다네次今度は9月9日のマンデーまずデイタイムデイタイムはフリーオプショナルアクティビティインデイタイムフリーオプショナルってことはみんなで決めたことじゃなくてみんな自分で自由に決めていいんだけど大体いろんなそのチョイスがいっぱいありますからそれをアレンジ してほしい人はアレンジしてあげます例えばグリーンタートルを見たいって人はそこに行くとかドルフィンとグリーンタートルを見たい人は例えばカハラのホテルまで行くと見えるとこがあるんだけどとかそういうこととかこういろんなあれいっぱいありますからこれはとにかく5時まではいろんなこと自分たちでやりたいことワイキキ周辺で例えばダイヤモンドヘッドのパノラマハイキングが好きな人はこういうこと面白いというように
그래서 그 다음 날은 이제 5시까지 우리 낮 시간 동안은 여러분들 자유로운 활동을 할 수 있도록 시간을 드릴 거고요. 여러 가지 옵션들이 있어요. 이거 선택해도 되고 안 해도 되고, 이 안에서 어렌지가 필요하신 분들은 몇 명 이제 그룹으로 뭐 해서 우리가 이걸 하겠다라고 하시면 선생님이 얼마든지 이제 어렌지를 하실 거고요. 그렇게 해서 5시까지 개인의 자유 시간을 즐길 겁니다. ただし 전부 왔대 기념이 したらば 5시までに 帰ってきてもらえ. 근데 이제 그 데드라인이 타임이 5시라는 게 뭐냐면은 다 모든 액티비티가 끝나고 다시 우리 샤워하고 이제 정말 다시 이제 파티 복장으로 바뀌는 이제 그 시간, 그렇게 해서 모이는 시간이 5시고요. 네, 5시 반から 皆さんが 연습してる 퍼포먼스 각 그룹으로 발표회가 있습니다. これはカクテルパーティーとディナーと一緒にしても下見してるステージがあって海辺で夕日を見ながらカクテルパーティーやってディナーを食べながら丸いテーブルディナー食べながらステージで代わりは皆さんでパフォーマンスやる。 그래서 5시 반부터는 저희가 이제 각 준비하고 있는 이제 퍼포먼스들 있잖아요. 그 퍼포먼스를 이제 하는 시간을 가질 거고요. 이제 그거는 아마 무대가 따로 있을 거고 이제 라운드 테이블이 다 있을 거예요. 그래서 그때 우리가 이제 칵테일 파티와 디너를 즐기면서 이제 그것도 이제 오픈이 돼 있어서 석양을 보면서 그래서 퍼포먼스를 하는 그런 시간을 가질 겁니다. 그런데 퍼포먼스だけど 한국의 팀은 시나리오는 뭐 되기마시다. 우리 한국 팀 혹시 시나리오는 다 완성이 되셨나요? 맞아, 됐어. 시나리오는 빨리 만들어 주시면 시나리오를 빨리 만들어 주시면 괜찮으시고요. シナリオの作り方は FBA と同じように骨格を作ってこの5つのあれをそれで取りにこう出てくるようにね。この만드는 방법을 가르쳐서 5개 골격으로 해서 따로 얘기를 하도록 하고요。さあ次これなんでだろう。これオッケー。これはその次の今度は Tuesday火曜日。 그리고 다음 날 수요일입니다. 아, 화요일입니다. 아치브먼트 프레젠테이션. 아치브먼트네. 여러분이 막 이러고 했대. 예를 들어 코이 아치브먼트 했다. 코이 아치브먼트 했다. 코이것도 했다. 코이 회사를 짓었다. 뭐를 했다. 또 여러가 것도 여러분 다시해 드라이테. 우리의 역인들 심사します. そして同じこの宮古レストランのボールルームっていう大きいルームなんだけど、そこで やるんですが 10時まではフリータイムです。 breakfast until 10 o'clock フリータイムだけど 11 o'clock からアチーブメントをやってもらう。このアチーブメントってのはこの表彰式、それはここでやります。 11時からね。なぜかというとその夜はディナークルーズに行くので、 その前までにこのアチーブメントのあれを3時まで終えます。だから11時から3時までお昼食べながら。화요일은 우리가 어치브먼트 프레젠테이션을 하는 날이고요. 10시까지는 자유시간을 여러분들이 각자 가지신 이후에 11시부터 오후 3시까지는 여러분들 우리가 FBA를 공부하고 그 활동을 하면서 우리가 각자 그 성과들에 대해서 발표를 하고 심사를 맡아서 그거를 표창하는 수상식까지 하는 게 오후 3시까지고요. 그러고 나서 저녁에는 저희가 디너 크루즈를 시행할 예정입니다. 네, 지금의 호텔, 다분 무한 사프라이즈라고 보기도, 이 모두때 세미포멀, 세미포멀っていうのは ハワイだからそんなに あの黒いじゃなくて割と軽いものでいいんだけど、 男だったらジャケットが必要ね。 私はハワイだからいつも白いジャケット持ってるんだけど、女性は例えば長いドレスだとか、できれば長いドレスね。上はどのくらいなくてもいいんだけど、下はどね、例えばよく背中いっぱい出すでしょ、ハリウッドのスターみたいな、ああいうのはいいけど、ただ下はこうなんか長いようなドレス、要するにセミフォーマルね、を着るように。 그래서 여러분들이 그리고 그 이후에 호텔로 돌아와서는 이제 세미포멀 정장으로, 세미정장으로 여러분들이 다 갈아입으셔야 되는데요. 이제 남성분들이라면 재킷을 좀 입으시고, 여성분들이라면 일단 드레스는 롱드레스 입어주시고, 상의 쪽은 뭐 얼마든지
자신 있으신 만큼 오픈을 하셔도 상관없고 등을 다 파도 되고 다만 이제 한쪽은 긴 드레스로 맞춰주시고요. そして今度はこっちはアチーブメントだけど、このアウォードの方のセレブレーションを船の上でやります。 그래서 그 어워드 셀레브레이션을 우리 선상에서 배 위에서 진행할 예정입니다. これがアウォードのプレゼンテーションはサンセットディナークルーズ4時半からワイキキのハーバーから出ます。 こういう船です。4時半とか、ちょうど宣言ペゴドニョ、ちょうど入れちゃう。多分我々のグループが30名か40名ぐらいになると思いますので、多分一角全部借り切って、そこでもうちょっとバンドも入ってますけども、そこで食事を夕食を食べながらディナークルーズをこういうところでやりながら、私と君とか数人の人で、今度はそのまずマスターアチーメントリーダーシップのサーティフィケートを皆さんね、あの PBC でやったみたいな。それをプレゼンテーションする。それからアチーブメントアウォード、先ほど言ったコンテストみんな発表してもらうでしょ。昼間は発表してもらって、例えばリーダーシップアワード、リーダーシップっていうのは何か人のためにいいことやった人、このグループの中でもこういうことやった、助けてくれたとか、そういう人をね、この3つのジャンルで、まあ、一番上はサーティフィケートみんなもらえます。 それからアチーブメントアワード、リーダーシップアワード。で、これよくできてますから、船長もみんなグループ写真も撮れるようになる。で、これが多分4時半から出て、サンセット終わって8時頃まで帰る。8時半頃、4時間ぐらいかかるディナークルーズです。ディナークルーズが、 이제 한 바퀴 딱 도는 게 일정이 아마 한 4시부터 8시 반, 4시 반부터 8시 반까지 한 4시간 정도 풀가 될 거고요. 아마 저희 멤버들은 한 30명 정도 규모가 될 것 같아요. 그래서 어느 정도의 장소를 우리가 빌려서 물론 밴드도 들어올 거고요. 그렇게 해서 이제 우리가 낮에 그 프레젠테이션은 다 했잖아요. 이제 거기에 대해서 수료증을, 서티피케이션을 여러분들께 다 나눠 증정하는 시를 가질 것이고 그러고 나서 그 프레젠테이션은 한 그 어치브먼트 프레젠테이션 한 거에 대한 그 수상식도 할 거고 리더십에 대한 수상식도 시상식도 가질 겁니다. 이 리더십에 대한 시상식은 어떤 거냐면 일단 나에 대한 어치브먼트가 아니라 타인에 대해서 다른 사람을 위해서 어떠한 것을 우리가 해줬다라는 그런 좋은 것에 대해서 시상을 받는 시간을 가질 거고요. 그리고 나서 또 여기 이 크루즈의 선장님과 다 같이 이제 사진도 찍고 그렇게 해서 한 바퀴 딱 돌고 오면 한 4시간 정도 경과될 예정입니다. 오케이? 그러니까 これが一番最後のフォーマルな 셀레브레이션네. 여기까지가 우리가 공식적인 일정이고요. 네. 一応水曜日の11日の朝が最後のフォーマルっていうか、あのフェアウェルパーティーっていうか、あのブレックファーストして、これで帰る人は帰ってもいいし、もっと続けてステイしたい人はいろんなことができますから、これはまた別にアレンジして。 例えば土曜日までいたい人、土曜日から土曜日までいたい人は、例えばここはウェンズデーですから、水木金泊まって、こういうことをやってもいろんなことがあります。 더 공식적인 건 아마 그 다음날 11일 수요일에 아침에 페어웰 브렉퍼스트를 할 거거든요. 그게 마지막 정말 공식적인 일정이고 이걸 끝내고 바쁘신 분들은 일찍 이제 귀국을 하셔도 되고 뭐 목금토 일해서 더 주말까지 남으시겠다고 하는 분들은 뭐 더 남으셔서 이제 여러 가지 뭐 활동 때 액티비티가 있는데 그런 것들을 즐기시면 될 것 같습니다. 例えば 노쇼와 있대, 노쇼한테 한때가 있대 사피노 메카르스가 거기 폴리네이션 카르테라 센터가 있대 コースがあったりとか、コアラランチって言ってホースバックライディングとかデューバーライディングとかいろいろありますので、これはフォーマルの中に入れないでオプションなんで。 지금 저기 보이는 일정들 여러 가지 진짜 하와이에서 즐길 수 있는 것들이 많아요. 그것들은 우리가 공식 일정이 안 넣고 그 추가로 남는 분들의 그 옵션으로 넣도록 하겠습니다. 그러니까 조사한 쪽으로 集めてほしいのは誰が何日に入って何日帰るか。それで 誰が エクステンドしてるかってホテルに言わなくちゃいけないし、トラベルエージェントに言わなくちゃいけないから、それが終わったら今度私にリストくれれば、であとこういうのをした人はヘルプします。 여러분들이 조이사님께 언제 우리가 출국해서 언제 돌아오는 그 각자 일정 그리고 그 연기를 연구고 있으실 분들은 언제까지 있겠다 하는 것들을 그 일정을 조이사님께 알려주시면 되고요. ですからフォーマルというか、このプログラムは土曜日の夜と始まって、 月、日曜日1日、火曜日、月、火、水ね、水の朝までね。
だから、4泊4つの夜と朝。공식적으로는토일월화수아침까지4박5일의일정이되겠습니다土曜日日月火でいいよね4박5일でもっとエキセンドしたい7日が土曜日だった7日土曜日ですで参考知ってる皆さん知ってると思うけどハワイあのインチョンを7日に出るとハワイに7日に着きますもっとはっきり言うと出た時よりも早い時間に着きますこちらを夜の4時頃出てもハワイには同じ7日の10時頃着きますだから이게이시차때문에우리가7일날오후4시출발을해도ハワイ도착하면7일오전10시쯤이렇게될거거든요だけど帰ってくるときは水曜日出ると木曜日に着きます水曜日出発で木曜日に着きます OK これがハワイの大体のあれでこのコピーを調査あの調査に渡しますけどもあとはあのまず人数決めてパッケージを決めてホテルを抑えなくちゃいけないからで会場の方は大体私と君で行って寝坊してあるホテルとエアは先生で取るんですかいやいや皆さん取ってもらいたい。そうですよね。うん、でなぜかというと一番安いのはパッケージで取ると安いんですよ。ホテルとエアパッケージで取ると。多分旅行者友達いるでしょ。うん、そういう人にやってもらって。私なぜあのさモモのサーフじゃなくてもいいんだけど見てみたらいろいろ調べたらたまたまハワイアンエアラインとあれで提携してパッケージ安いのがあった。ちょっと現地での車とか。それは私たち。現地レンズは先生とか。そうそう全部やる。あのいろんなプログラムもねだからホテルとエアラインだけは皆さんとあの取ってもらえる OK? よろしいですね大体の費用はあのこの前言ったけども多分それプラスディナークルーズが今度入ってるから、まあ、大体合計で1000ドルぐらい考えた方がいいと思う1000ドル、うん、ディナークルーズ까지포함해서전체이제대충あの余ると思うけど旅行の秘訣があるんです旅行はバジェットがもし500ドルだとしたら必ず倍持っていくこと여러분들여행이거는일반적인얘기인데여행을하실때그버젯에항상두배를준비해서가라고얘기를많이하거든요그래서아마천달러라고얘기는했지만남을거다そうすると楽しい旅行ができるっていうのは그렇게하면정말즐거운여행을즐길수있다ね、使わなくてもいいんだけどあるとあの安心だから OK それはそれでいいですあじゃいいですかこれはこれで여기까지는여러분괜찮죠質問あります OK 質問없으시죠 OK じゃあ여행사에다가선생님이알려준그패키지를항공하고에어